皆さんこんにちは、エビサワです。エビチャンネル、今回はファゴット紹介その1。それでは知らない人のためにファゴットとは何ぞやというものを今回は紹介してみたいと思います。ファゴットという楽器の名前、もともとはラテン語でマキタバという意味の言葉です。で、なぜマキタバかというと、大体管楽器って昔はまあフルートだったりオーボエだったり、みんなただ1本の木だったんですけど、ファゴットはここに2本束ねられていますね。ですのでマキタバという名前の楽器になりました。でファゴットは大体16世紀中頃から使われていたと言われるんですが、まあ、中世バロック時代に使われていたのはドゥルツィアンという楽器がありまして、これはそうですね、形で言うとこの上のベルがないような状態ですね。ですから最低音は今だと C のフラットなんですが、ドゥルツィアンだと下のドの音ですね。で、そこから今度 C のフラットまで出るようになったのがバロックファゴットと。そうなるとベルもついて、だいたい今のようなシルエットになりました。で、シルエットは一緒ですけど、まあ全然キーの数とかは違います。最初は2つだけしかキーがついてなかったり、その後だいたいバロック時代ぐらいになってくると3、4もついてきたりとかっていう風に進化していきます。そしてその後バロックファゴット、クラシックファゴット、これがモーツァルトやベートーベンの時代ですね。で、その後ロマン派に入ると、ロマンティックファゴットって一応はできたんですけど、あまりその後進化しなくなってしまいます。ですのでロマン派の時代、ファゴットのソロ曲ってほとんどないんです。で、初期ロマン派にウェーバーという作曲家がファゴットコンチェルトを書きまして、でそれであまりにいい曲はロマン派の初頭にできてしまいますので、それ以上の曲を書く人がいなくなってしまったんですね。で、楽器の進化もなかなかしなかったものですから、ある時19世紀後半にワーグナーという作曲家が大編成のオペラを書くときに、ファゴットがあまりにも音がちっちゃくて表現力が少ないから、これ以上進化しないんだったらオーケストラに入れる必要がないんじゃないかっていうようなことを言い始めたんです。で、それを聞いたか聞かなかったか、ドイツのヘッケルという人が作ったのが現代のヘッケルシステムという現代のファゴットの形です。で、のだめを見た人は覚えているかもしれませんが、ファゴットっていうのはそのバロックファゴット、ロマンティックファゴットから現代のファゴットに至るまでに2つの進化系があって、1つはそのドイツ式のヘッケルファゴット、もう1つはフランス系のバソンという形があります。で、このバソンだと、まあ、ちょっとファゴット、ドイツ式のファゴットよりも小ぶりで、リードはちょっと大きくて、そして高い音も非常に出やすくて、で、これが20世紀前半ぐらいにたくさんファゴットのための曲が書かれたんですけれども、で、フランス近代の人たちが書いたのはこのヘッケル式ファゴットではなくてバソンのために書かれたんですね。ですからフランス近代の作曲家が書いた曲というのはハイ A だとかハイ F だとか高い音がたくさん出てきます。それはバソンが高い音が出やすかったっていうのも気にしていると思います。さあ、ところがそのバソンというものはだんだんと廃れてきまして、まあ、廃れたきっかけというのがパリ管弦楽団の音楽監督だったあの有名なカラヤンが、お前たちまだバソンなんてものを使ってるのかということでファゴットに変えてしまったんですね。それから衰退したんではないかと言われているんですが、今では残念ながら世界の 99% ぐらいファゴットを使っているのはないでしょうか、このヘッケル式ファゴットですね。で、じゃあこのヘッケル式ファゴットはどんな楽器なのかというと、まあ大体重さは 3、4キロあります。ずっとストラップで赤ちゃんを吊ってるような状態です。そして管楽器には珍しく支える指というものはありません。フルートだったら右手の親指でずっと楽器を基本的に支えていますね。で、その指は支えている指ですから動かしません。クラリネットもオーボエも右手の親指で支えているので、その指だけは動かさないんですが、ファゴットは動かさない指というものがありません。10本の指全てを使う楽器なんですね。まあ、ピアノは10本の指でたくさんの音を出せますけれども、ファゴットは10本の指を使っても1つの音しか出ないというのをスパの悪さにも同情していただきたいと思います。さあ、じゃあ親指
何してるのって言って、皆さんには大体こうやって演奏してるのでこっち側を見せていますけれども、ひっくり返してみるとここに10個キーがあるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あります。この10個のキーを左手の親指1本で操作します。ですからこれ全部この親指1本で操作するんですね。右利きの人にとってはとても動かしづらい左手の親指をこんなに駆使するという楽器です。そして重いので、ストラップをしてもこっち側が重いのでどうしてもこう下がってきてしまいます。それを左手で常に指を動かしながら、この辺ですね、この辺でこう支えながら常に演奏しているような楽器です。いかがでしたでしょうか。これからも様々なことを発信していきますので、もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタン、そして SNS のフォローなどよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。Thank you.